神田リレーよ。皆さん聞いてる ?8 人分。ポンちゃんが惑星ループで、私がアンドロメダ、アンドロメダ、ロコちゃんが金星のダンス。そうそうそう、私ね、ロコちゃんのね金星のダンスめっちゃ似合うなって思って、そう、私はカブラキロコの1本目のねめちゃくそ無限脇、あれも聞いてたんですけど、そうそうそう、私もあのおもころのオタクなんで、そう1本目そこ行くんだと思ってね、カブラキロコの1本目の歌見たも爆笑しながら聞いてきたんですけど、今回ね、まあある意味ちょっと歌見たらしい歌見たっていうところで、初めてそのカブラキロコの金星のダンス聞いてさ、いやーよう似合うわって思って、昔一緒に、まあ当然歌のレッスンを受けていたわけですよ。私もねその頃からもうだいぶ歌のレッスンをね積み重ねていたわけですけど、ロコちゃんね死ぬほど上手くなってたね。リアルに丸1年ぶりくらいにロコちゃんの歌聞いたけど、お前そんなに上手くなったのかって思って、あれを聞いた後もうすぐにね、私はカブラキロコにねディスコードでお前歌上手くなったなって言ったら、そう、震えろって言われました。それくらいね、私はロコちゃんのね金星のダンスはね感動してしまった、ね、でもそっからボルタの面々ももう相変わらずでございますよ。セラオがボルタ全員分のイラストを描くという、なんならセラオそれで結構忙しそうだったもんね。ありがとうって思ってるけどね、お礼としてね飯の一つでもおごろうかななんてふうに思ってますけどね。ミックスから動画作成まで全部やってなかった。そうだね、セラオのやつに関してはインスト以外は全部セラオがやってたから、お前行くとこまで行ったなと思って。正直ね、確かにアンドロメダ、アンドロメダに関しては映像までは私も頑張れば多分いけるんだけど、さすがにねやっぱミックスからイラストから何から何までっていうのをねできるのはやっぱさすがセラオだなっていう感じがしますね。カナトの動画もやってた。いやでもね、そう、あの式なぎあきらにはやっぱあのフィンおじがいるから、オーバードーズの時といい、割とフィンおじ結構御用達ではあるけど、私仕事早いからねフィンおじは。途中あの式なぎあきらがツイッターで残りの人数のカウントを間違えて、海瀬ポンちゃんの2人が曲探しとくわなって、よかったね式なぎあきらっていう、すごいよかった、本気の間違いです、あれは匂わせとかでもないです、本当に間違いです、素のミスです、あれはもしかしたらだけどあの二人がね少しフォローしてくれたのかななんて思いつつ、全然違ったらごめんってことで。二曲目はさすがにやらないんじゃないかな。タミタリレーポンちゃんね進行頑張ってもらってありがとうって思ってますね。本当に感謝。楽しみだね。